ユナイテッドエクスプレス6291便墜落事故は1994年1月7日に発生した航空事故である。ワシントンダレス国際空港発ポートコロンバス国際空港行きだったユナイテッドエクスプレス6291便がポートコロンバス国際空港への侵入中に失速し墜落した。パイロット二人と客室乗務員二人の乗客が死亡した。 生き残った3人の乗客は台湾人の家族だった。6291便は21時58分にワシントンダレス国際空港のゲートを離れ、ポートコロンバス国際空港まで約90分の飛行を予定していた。機長は35歳、副操縦士は29歳で機内には5人の乗客が搭乗していた。23時10分、機長は コロンバス侵入管制と更新し、13,200フィートから11,000フィートへ降下中と伝えた。管制官は滑走路28リットルの ILS を捕捉させるため、方位285度への旋回と1万フィートまでの降下を許可した。23時15分に報告された気象情報によると、弱い雪で指定4キロメートル3 0 0度から4ロットの 風が吹いていた。6291便は ILS での滑走路28リットルへの侵入を許可され2分後に着陸許可を得た。6291便の飛行経路機体が1250フィート付近を降下中にスティックシェーカーが約3秒作動した。1.5秒後に再びスティックシェーカーが作動し始めた。しかしパイロットは水力を全開にせず、 フラップも格納してしまい状況は悪化した。機体は機種が上がった姿勢で、グライドスロープを下側に外れたまま降下し続け、滑走路から 1.9km 手前の商業ビルの敷地内に墜落した。墜落後、左エンジン付近から出火し、延焼した。少なくとも4人が墜落後も生存していたが、機体が炎に包まれる前に脱出できたのは3人のみだった。 国家運輸安全委員会は調査を行い1994年10月6日に報告書を公表した。パイロットとアトランティックコースト航空に非があるとされた。不適切な飛行計画と最終侵入を行い失速時にも適切な対処を取れなかった。パイロットは電子飛行計器システムを搭載した機種での経験が少なくこのような機体に不慣れだった。 また、アトランティックコースと航空は適切な、シミュレータ訓練や、乗員の指導を怠っていたと述べた。ありがとうございます。